監督かこれは。タバコ吸うとんねんお前。ほう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 。野球賭博。おかしなもんですな。何が？もっと早くこの決断ができていればこんなことにはならなかったのに。誰？顔見えへんやん。告発文です。明日の新聞の一面にこの手記が掲載される予定になってます。ほう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 。もう終わりにしましょう。それが私たちにとって一番の。うわ撃たれた。うわ誰やこいつ。え誰。奥田英二ちゃうか。多分そんな気がするちゃうかな。あー青梅の仕業にさせんねんな。あ奥田英二やろ多分。はい、最終部第1章、伝説の帰還かな。はい、東京鴨の町。お戻ってきたね。戻ってきたね。みんな東京に集まってるはずやろ。天下一通り桐生やん、桐生やん。桐生で、まあ、今回鴨の町自体初めてか。ババちゃんやん。何しんのお前。何しんねん。なんでババおんの。はい、情報を集めろ。はい。つけられている。ババやん。まあいい。久しぶりの顔の長だ。街の様子を知りたい。ニューセレナに行ってみようか。ニューセレナ行きたいんですけど、ババちゃんおんねんやろ、後ろに。ちょ、あ、行ったろか。あれ？おれへんのか。どっか行ったな。こっちからね、逆に行ったら思ったんですけどね、無理でしたね。ニューセレナやな。はい、行きます。あー、もうええ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 。カス、ほんまに痛い目見てえのか。やっぱカモチョやね。いやー、くらえ、くらえ。いや、俺これキルやんのめっちゃ久しぶりちゃうのこれ。おいよ、あいいえ。めっちゃキル久しぶりやな、多分。またやるか、お前ら。いい、あ、いい、あ、いい、あ、いい。はい、一枚、さすが。許すからどけ。キルめっちゃ久しぶり。いや、ニュースレナーって今こっちから入るんか。伊達さんとあの新しい姉ちゃんおんねやろな。ルスカまだ営業してないよな。おるね、ババちゃん。ほんまに。スターダストに、スターダストってあのホストクラブかな。前やろ、確か。前やろ。はい。はい。ちょっといいか。和樹か、ゆうやはいるか。飛竜だといえば分かるはずだ。あ、オーナーも店長、お前は来てないんですよ。すんません。そうか。鴨の町は久しぶりでな。最近町の様子はどうだ。あ、いや、それなんですけど、ここのとこヤクザを見かけないんですよ。それが変だなと思って。まあいつも店長が追っ払ってるんですけど、それが最近ぱったり来なくなって。店長強いな、登場会が。ババちゃん、どうかしました。いや、時間取らせたな。うっす。そろそろ相手をしてやるか。第三公園の向かいの空き地なら誘い出しやすいだろう。まずはそこ行ったらいいんかな。あー、そこに、あ、曲がったところにね。ばばちゃん、出てこいや。こっちか。じゃあ、あ、たけしのことなんか忘れなよ。取れたよ、例の役。何？カムロ町ヒルズの、マジで。あのレストラン超人気なんでしょう。何やこれ。ん？やばい、超楽しみ。肉汁絶対600グラム。そうだね。
カムロ町ヒルズ完成していたのか。カムロ町ヒルズ、あのあれか、あのマジマラがあの建てたとこかな。出てこいや、ババちゃん出てこいや。俺をつけていることは分かっている。うん、こそこそしてねえで出てきたらどうだ。出てこいや。やはりお気づきでしたか。さすがです。分かっとるわ。桐生一馬さんですね。お前はどうして俺をつけていた。ある人からあなたが東京に現れると聞いて待っていました。うん、何。福岡でのご活躍も聞いています。うん、たった一人で青山会長代行の計画を阻止したとか、うん、堂島の竜は健在といったところですか。その口ぶりじゃ森永の手下ってとこだな。手下というよりは協力者という方がいいかもしれませんね。どうすんね。自分と彼は杯を交わすような間柄じゃありませんので。どうすんの、戦いなのかな。お前は東条会の人間ではないと。ええ、同じ目的のために集まった同志といったところです。キリュウさん、一つ確認させてください。はい。なんだ。東京に来たということはこの一件あなたも関わる覚悟ができたと考えていいんでしょうか。関わる覚悟。答える必要はない。ない。その様子だとすでに決意は固まってる感じですね。安心しました。どういう意味だ。いや、真島組長が死んでなお、うん、あなたが福岡から動かないようなら、いろいろと計画を修正しなければならないところでしたからね。ほう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 。真島はお前たちが殺したのか。さあ、仮にそうだったとしたら、あなたはどうしますか。ここでお前を倒し、うん、黒幕の居場所を吐かせるだけ。そうや。わかりました。ではあなたの決意が口だけではないということをその拳で証明してみせてください。拳かい。喧嘩やね。ほんだら脱ぐか。脱ぐか。そのジャンパー脱ぐか。あ、脱ぎはせんのか。いきます。ほいや。その決意確かめさせてもらいます喧嘩前に行きますとか。そんなの。あ、台車ある。なんで敬語やねん。ちょっと待ってよ。武器を使わしたら俺日本一やぞ。あいや、来た。あいよ。あいよ。台車や、台車。あー、チャリのパトン。あー、こいつはサイヤ人だ、サイヤ人だ。くそ。こいつ、呪術かなんかの達人になるんですよね、ちょっと。台車使わして。いい加減せよ、これ。強いね。こいつなんか日本拳法も使えてみたいなんですよね。ビール瓶やめんな、ビール瓶。ビール瓶じゃない、ビールケースか。ちょっと予定な、俺もちょっと。暗い。フランケンシュタインみたいなことしやがって。自転車。おいよ。台車、台車、台車、台車。やるね。おお、なんか今変だったな。ちょっと武器使わして、武器。なめんな、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 なめんな。おいー。寝とけよ、お前そこで。あいやあいあいおもろいね。まだ行くか、まだ行くか。おい、いつまで行けんねん、お前。あいえ、ごめんね、ババちゃん。ごめんやで。やはり伝説の極道の名は本物ですね。キリ強いわ。お前が口を聞ける程度に手は抜いたつもりだ。うん、早いとこ
お前の知っていることを喋ってもらおうか。うん。やっぱりか。あなたもあの人と似てますね。あの人。ええ。西島の兄貴のことです。西島の兄貴や。西島だと。わいやわいや言うやつや。どういうことだ。お前西島を知っているのか。あなたなら私たちの計画を止めることができるかもしれない。ほう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 。ご無礼をお許しください。桐生一馬さん、私馬場茂樹と言います。挨拶はいい。うん。早く話を聞かせろ。わかりました。今あなたが巻き込まれている事件の裏、うん、森永がやろうとしている計画、その全てについてこれからお話しします。はい。少しの間お時間いただけますか。おう。ああいいだ。その前に場所を移してもいいでしょうか。喫茶店行こう。喫茶店できれば内密に話ができるところだと助かるんですが。ニュースレーナか。逃げるつもりじゃないんだろうな。俺は一度札幌で西島さんに頼んで見逃してもらっています。うん。ですから西島の兄貴の恩義に応えるためにもこれ以上逃げる人生を選択しようなんて思いません。西島とどういう関係なんだお前。ね、その辺も含めお話しします。うん。今はひとまず場所を変えましょう。桐生さんにゲロったことがバレたら俺の身が危なくなる。ゲロったって。そうだな。すぐ近くにあるニューセレナという店なら顔が利く。うん。そこでなら人に聞かれることもないだろう。わかりました。それじゃあそこに行きましょう。はい。なニューセレナに行ったらいいと思う。ばあちゃんも走るんかな一緒に。おくねえ。はい。で下見てたら結構分からへんかな。はい。ほんだらそこでまた話しやね。誰もおらんかったやろさっき。ここだ。はい。入れ先。なるほど。もう入られますか。もし用事があれば俺はここでお待ちしてますけど。すぐ店に入る。はい。あ、お前の話を聞こう。わかりました。では入りましょうか。おお、ママおるやん。新しい。毎度。ごめんなさい、お店まだなのよ。いや、わいやわいや。あら、桐生さん。うん。久しぶりだな、ママ。ちょっと内密な話がしたいんだが、場所を貸してもらえないか。そんな水臭いこと言わないで。うん。せっかく久しぶりに来てくれたんですもの。今日は貸し切りってことにしておくわ。おお、太っ腹やね。すまない。何か飲む？コーラ。いや、大丈夫だ。あ、いらんねや。そう。じゃあ私は奥にいるから何かあったら呼んでね。伊達呼んでこいや。伊達。それじゃあお前の話を聞かせてもらおうか。はいはい。それじゃあまず森永が描いた絵について説明しましょう。うん。今さら説明するまでもないことかもしれませんが、現在東上会と近江連合は全面抗争の危機を迎えています。うん。大吾から聞いた。五分の杯を交わしていた近江連合の七代目が病気で余命いくばくもないと。うん。ええ。七代目が亡くなってしまえば東西で戦争が起こるのはほぼ確実です。うん。それで東上会は焦って福岡、札幌、名古屋の極道組織を味方につけようと幹部陣が各地へ飛ぶことになりました。名古屋には若頭補佐の安住、札幌には真島さん、そして福岡には堂島会長が。ほう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 。そして大吾は福岡で行方不明となった。東京来るけどな、もうすぐで。会長代行となった青山、それに森永の裏切りによって。まあまあな、裏切りやな。そうです。当初の計画では堂島会長は山笠組のまだらめと共に殺されるはずでした。しかし計画は失敗。うん。堂島会長とまだらめを取り逃した青山さんは、うん、勝手に計画を変更しようとしたんです。計画の変更？ええ。青山さんは堂島会長がいない隙に
搭乗会を乗っ取ろうとしたんですよ、うん、しかし青山さん、それに森永の本当の使命は搭乗会を奪うことではなかった、うん、むしろその逆、搭乗会を売ることだったんです。売るんや。売る？まさかその相手ってのは。そう、近江連合です。近江の誰？青山森永は最初から近江連合に買収された人間だったんです。あ、そうなんや。そんなことが。彼らの目的は2つ。1つは堂島会長に真島さんら、うん、現搭乗会幹部の暗殺。そしてもう1つは俺か。ええ。あ、桐生や。あなたや真島さんといった今組織から離れてる人間を監視し東京に連れ戻すことにありました。理由は一つ、あなたたちを東京に集めて殺すためです。どうしてそんな回りくどいことを。殺す必要があるならわざわざ東京に集める必要などないはずだ。まとめてやりたいのか。東京じゃなきゃダメなんですよ。なんで？近江連合にとって搭乗会は二人の伝説の国道とイコールなんです。へー。堂島の竜と呼ばれた桐生一馬、それに18人殺しの国道佐江島大河、その二人の首を取ってこそ手に入れられる大門なんです。つまり近江は俺たち二人を東京で殺すことで搭乗会を名実ともに手に入れるつもりだと。はい。近江の狙いはカムロ町の島だけじゃありません、うん、3万人と言われる搭乗会の兵隊すべてを手に入れたい。無傷のままでね。そのためには全面戦争を避け最も効率のいい方法で手に入れる。あなたたちはそのためのキーマンだということです。考えとんな。ということは西島もすでに東京に向かっているということ。おるんちゃうかその辺。おそらく刑務所から連れ出すところまでは私もご一緒できたんですが。うるしょしてんちゃうか。西島とお前の関係は。ずいぶん奴のことを知ったような口ぶりだが。友達や友達。え、一緒に脱獄しました。うん、もちろん私はそうするように仕向けた側の人間なんですが。そういうことか。私は青山森永と同じ立場、近江の指示に従って動いている人間です。私の役目は西島さんを脱獄させ真島さんの死を追うように仕向けることでした。うん、結果西島さんは脱獄。計画通りにことは運んでいたんですが途中いろいろあって俺は西島に心を動かされた。惚れたんや。バーバーバー西島に。その通りです。いや、ほんまに言うてる俺はほんまに言うてる。西島さんに惚れてしまった。ほんめ。だから今こうしてあなたに全てを打ち明けているということです。それでこの事件の黒幕は誰なんだ。近江連合といっても若頭の渡瀬はそんなことを知ってるような態度には見えなかった。うん、渡瀬はな。それを説明するには近江側の事情も説明する必要があるでしょう。跡目争いのことか。そこまで知っていましたか。そうです、七代目の既得が伝えられてからというもの、うん、近江連合内では三つの二次団体による跡目争いが激化していたんです。お、大阪北を拠点に組内最大の武闘派集団を組織する若頭渡瀬組組長渡瀬勝。兵庫に地盤を持ち七代目の信頼も厚かった若頭補佐高知組組長高知博。そして大阪の南で産廃処理などで巨万の富を築き上げた本家本部長大阪工業の会長勝谷直樹。インテリヤクザやな。その中でも最も跡目に近い人物として見られていたのが若頭の渡瀬勝です。うん、だが渡瀬はこんな狡猾な絵を描くような男じゃない。いやね。それに高志という男も確か名古屋で死んだはず。あ、死んだんや。となるともう知らんわ全然。残りは一人。勝谷か。ええ、今回一連の騒動、私青山森永を使ってこの映像を描いていたのは